わしの仕事は指導の名のもとに戦い抜くことじゃ。もう喧嘩はこりごりなんじゃが、他でもない先生の頼みであれば鉄火場に飛び込むもやぶさかでないぞ。で、誰を叩きのめしてやろうか。私たちの戦場は新たな世へとつなげる血のひとしずく。お世話になります、園長氏。先進鳥羽伏見、これより園長氏の秘書業務に就かせていただきます。至らぬ点があれば遠慮なくご指摘ください。私の仕事は誠の忠義をこの胸に取り戻すこと。身風呂を勇み、神明としてあなたに仕えます。そうかしこまらないでください、先生。今の私は何の肩書きもない、ただの身ぼろの侍ですよ。Cheers!